早稲田駅伝ニュースいきましょう。どうもラケーテの水岡です。よろしくお願いします。僕がお伝えしたいニュースはこちらです。もう戦いが始まっている箱根駅伝ということで、まだ今日は12月21日で、箱根駅伝までまだあと2週間ほどあるんですけれど、もう実は戦いは始まっているんですよ。例えばですね、12月といえばクリスマスだったら大晦日で、忘年会とかカウントダウンとかいろんなイベントのことがたくさんあるんですけれど、駅伝部員にですね、そんなもんありません。ですね、その駅伝部員のクリスマスの1日に密着してみました。それがこちらです。朝5時半に起きて、そして朝練をして、で8時にまた寮に帰ってきて、シャワーとか浴びて、仮眠して、そして昼飯食べて、またマッサージして、また15時から午後練習、そして夕食をとってミーティング、そしてマッサージと、そしてまた22時には寝ると。本当に厳しいクリスマスなんですよ。学生という一番遊びたい年頃なんですけど、こんな過酷な1日を送っていると。で、坂東さん知らないと思うんですけど、僕この上武大学っていう大学の1年生の時な。そうです。もう調べてあるって。ありがとうございます。なんですけど、僕のその大学の駅伝時代のクリスマスに唯一一つだけ楽しみがありました。それがこちらです。夕食にクリスマスにだけついてくるゼリー、これだけが楽しみだったんです。ケーキとかは食べれないんです、やっぱ体重が上がってしまうんで。本当これだけが楽しみだったんですけど、じゃあ大晦日はクリスマスと違って少しは羽目を外すのかなと聞かれるんですけど、違います。大晦日の日程はこちらです。クリスマスと全く同じ1日を過ごします。先ほど全く一緒の。そうですね、箱根駅伝2日前なのでテレビは一切見ません。紅白とかガキ使とかいろいろありますけど一切見ません。そして22時には寝ます。それで次の元旦ですね、元旦、普通だとおせち料理とかお餅とか食べるものが普通ですよね、一切食べません。いつも通り低カロリーのささみとか食べます、バナナとかね。そしてですね、まさに身を削ってまで箱根に挑んでるんですよ。そしてこの今回の箱根駅伝、注目選手がいます。それがこちらです。生島淳さんも一押し、中央学院大学杖滝選手でございます。杖滝選手、こちらの選手が素晴らしい選手でございまして、どんな選手かというとこちらです。日本選手権 3000m 障害で優勝し、そして 5000m 13分台、1万 m 28分台で素晴らしいタイムを持ってるんですよ。それはもう突然もうすごいですか。もうすごいです。まさにもう日本人ナンバーワンランナーといっても過言ではないぐらい学生の顔なんですけど、ちょっと変わったランナーでございまして、普通大学駅伝のランナーっていうのはお菓子とか食べなかったり甘いものを控えたり食事制限するのが普通なんですけれど、杖滝選手インタビューでこう答えています。コーラが大好き、走るのに大事なのは気持ちで食べ物は関係ないです。言い切るぐらいちょっと変わったランナーなんですけど、この選手ですね、多分1区か3区での起用が濃厚となってまして、今回の箱の確実に荒らすと思われます。そして注目している大学、忘れていませんか皆さん、こちらの大学、どこだ、我らの上武大学。出た上武大学。こちらの大学、じゃあ今年どんな結果だったかというとこちらです。出雲駅伝予選落ち、全日本大学駅伝予選落ち、そして箱根駅伝予選会予選10位、上武大学史上最低順位ということ、この結果だけ見たらもしかしたら箱根駅伝も上武大学史上最低順位になってしまうんじゃないかとか言われてるんですけれど、花田監督がですね、直前のインタビューでこの結果を踏まえてこう答えています。かつてない手応えを感じていると。どこにかつてない手応えを感じているかなと思ったんですけど、1個だけありました。それがこちらです。復活のエース東森博選手という選手なんですけど、こちらの選手がすごい苦労人でございまして、2年の時に箱根駅伝4区走って18位となってまして、そして挫折感から一度休学休部して大分の実家に帰ってしまったんですよ。そして6ヶ月ぐらい部活から離れたんですけど、ある時ですね、大分の実家に花田監督がわざわざ来て、そして花田監督がこう言ったんです。やっぱり部に戻ってきてくれないかと。ドラマチックですよ。もうこう言われた東選手はもう胸を打たれて、もう上武大学の駅伝のために頑張ろうと。そしてですね、箱根駅伝予選会ではチームトップの13位、まさに上武大学を箱根駅伝に導いた。素晴らしい。そんなですね、上武大学監督のかつてない手応えと、そして復活のエース、そして部員全員で掴むものは、そうです、悲願のシード権でございます。そして箱根駅伝前最後の放送でございます。よかったら皆さんもいつもの合言葉ご唱をお願いします。いきます、せーの、立ち上がれ上武大学。以上です、ありがとうございました。立ち上がってくれ、どうぞ。わ、すごいですよ、もう立ち上がれがもう流れまくってますよ。いい加減、立ち上がってくれ。いい加減かい。いい加減ね。僕もそう見てる。荒北魂。そう見てる。ずっと上武大学を応援されてるんですけど、もうほぼ出てこないんですよ。強い大学ではないんで。でも、その
大学がシードを取るか取らないかっていうドラマも、はい、優勝争いもそうなんですけど、それよりもちょっとしたら厳しいかもわからない、ね、そうですね、シード争いってのがあるんですよ。去年はちなみになんですけど、はい、1区の15キロ地点でもう姿消しました。あそうなんや。はい、何番でしたっけ、シード取るのは何校中何番で、20校中 10番です、ね、半分は半分に入るのも辛いんですよね。はい、そうか。でもやっぱりあの上武大学こういうところ見るとやっぱ応援したくなるんで、そうですね、ぜひ、ある意味あの上位に入る3チームなんかいる、もういけるかどうかっていうところのね、そしてある意味9位になったら達成感すごいだろうね。すごいですよね、気持ち的にはもうね、はい、一番そっちの方が盛り上がりますから、ね、オーラも袋も1位で来たような感じがするだろうね。もう9、10、11あたりはもうちょっとハラハラドキドキが違う意味でね、そこ予選会もギリギリ通ったんで、ギリギリだったんですよ、ね、これ辛いな、はい、しかし当日の天候にもよるだろうからね、体調にもよるけども2日間で200キロ以上走るんですよ。それで1秒争うっていう世界なんで、あの90、ね、よくありますよね、天気が良すぎてしまうとなんか体調も悪くなっちゃう、あの浜風が逆に強かったりするんで、ああ、はい、そうかそうか、なるほど、ね、僕もね、あそこ箱根駅伝の道を走ってきましたよ。ん、走った、走った、ロケで走ったんですけど、はいはいはい、本当に走ったの、バスで走ったんです。バスで走るわけないじゃないか、石井君は。この道を走るんだと思って、あのかまぼこ屋さんの前をですね、何でしたっけ、鈴広、実際行ったらすごいですね、傾斜。そう、ここ走るんだっていうぐらいの、そうそう、傾斜。バスやからあんま分かれへんでしょ、バスが分かんなかったんですけど。ちゃんと観光旅行じゃないですか。鈴広の前で、あの、なんですか、かまぼこ、うん、買ったんですよ。でこうやってちょっと見回したらすごい坂なんですよ、はい、あ、これ走ってくるんだと思って、はい、意外にこの勾配っていうんですか、ね、はい、あれが急じゃないですよ、もう緩やかに登るから、それが20キロ以上続くんですよ、しんどいですね、はい、それは。それで僕だったらもう下り坂の方が楽のようにも思いをちょっと歩くときに、はい、ところがこれが負荷がかかるんですよ ね、 そうですね、知らなかったけど、はい、まあ、皆さんもね、一回箱根の近くに住んでる方はね、はい、はい、鈴広でかまぼこの方、かまぼこ会、はい、体験教室になってますね、美味しいかまぼこがあります、はい、